ジェシー総連戦は、アメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州、ケイティ出身。元ティネ所属。インディア風を経て、ティネで活躍するも一時的に首の怪我で引退。ティネ対談後レスラーとして復帰している。2008年にデビュー。テキサスのあらゆるインディー団体に、ライアン総連戦の名前で出場して、経験を積み、キャリア初期を過ごした。 2011年の3月15日に、ダイアン総連戦のリングネームで、フロリダ・アンダーグラウンドレスリングに出場し、ダミアン・エンジェルを相手にデビュー。ダミアン・エンジェルとのデビュー戦は負けてしまうが数日後に、リマッチを行い勝利している。5月中には、フーのシングル王座であるフーヘビー級王座への挑戦権を獲得するための25人タッグに出場するも、 挑戦権を獲得できなかった。だが後日、同団体の別のタイトルであるフーフラッシュ王座が空位になったため、ディーロ・ジョーダンと対戦して勝利し、フーに参戦してから初締めてタイトルを獲得するも一週間後にはタイトルを失っている。総連戦は、ニック・フェームとタッグを組み、ハンクス・イン・トランクスというタッグ名で活動し始め、ダコタ・ダーソー、ケネディ・ケンドリック組とビフ。 スレーター、ラルフ・モスカに勝利して、フータグ王座を獲得した。しばらくして王座から陥落し、ニックフェームとストリート形式で対戦し、ティネへ移籍するため、フーとインディー団体から撤退する。2011年の7月7日の通常放送でティネに初参戦。7月のディビジョン X の決勝で勝利すると、ティネと、 契約ができる、X ディビジョンショーケーストーナメント予選に出場、ジャック・エヴァンス、アンソニー・ニースと3ウェイマッチを行うも、敗北してしまう。8月11日のティネのバックステージに現れ、18日にティネと契約した。その午後の通常放送で、X ディビジョンをかけたガットレンチマッチに出場した。アンソニー・ニース、ジーマー・アイオン、 きっとキャッシュを尻け、オースチンエリースと最後まで残ったが、脱落したキャッシュに乱入された上にマネーメーカーやろう、の PPV にも参戦していた。ありがとうございます。